くらべじ。あれ、箕輪はるかさんですか。やめてください。カタツムリどうも、またぞです。うん、本物だよ。え、本物本物。もう今深夜の T シャツ着てマジで作ってるのかガチじゃん。味噌ラーメン食いてー。あれ、松永桃李がいないの。あ、そういえば。もうどうしたんや。ダンボールなんか持って。ん、バターピーって書いてある。バターピーなんですよ。脂質見たことある、これの。そんな高いんですか。やばいよ。バターピーって相当だよね。哲也さん、バターピーどうなんですか。これは、まあ、脂質どれぐらい入ってます。 100g あたり54なんで。衝撃の脂質なんですよ。バターピーって特にやばいよね。はい、バター。本当だ、ナッツだし。100g649kcal。 もうやめられない。バターピーって商品だこれ。変わんねえんだろうな、高橋なら。まあでも確かにね、柿ピー以外も何ピーとかあってもいいかもね。うん、思いません。あの柿、まあ、え、1個食べてみていい。どうぞ。めっちゃうまいですよね。いただきます。うわ、おいめ。一袋で勘弁してもらえるとかない、そういう。あ、でもこれ確かにこれ全部食うわけじゃないですよ、今日。あ、よかった。上がった上がった。全員病院だった。今日はこれの大食いっていうよりも、柿ピーに代わる何ピーの〇〇のところをみんなさんで見つけてほしい。なるほど。柿の種の代わりですね。はい、だから要するにピーナッツは何が合うんだってことですよ、要するに。はいはい、ほうほうほう。これ一袋食ったら3000kcal。 マジで結構だな、怖いよ。てか取ってんの、まじってそれ。あ、生えてきてるね。ハドルさん生えてきたっすか。いた。軽量だな、これ。ほら、あ、しかも一回ごじってまたゾーンになったんですね。またゾーンになっちゃいました。よし、全部こう、あ、違うわ。考えよう。とりあえず今ピーナッツバー広げてみたんですけど、やっぱこれ単だときつくないですか。きついしね。どう。うまい。うまいけども、ほんまに美味しい。ない。あ、あー。あはもうそのうま。うま。さすがにバターピーナッツだけだとちょっときついから、合うやつを考えて買ってきてほしいわけですね。おいしい、あるで。ちょっと哲也頼むわ。おいしい、頼むわ。おいしい。おおおお、なになに、何を買ってきてんだよ。私が合うと思うもの、こちらです。あー、ハラルーチョ。天才だ。絶対合う。絶対合うわ。辛いと甘いね。うまそう。うま、うまムーチョ。うまムーチョ。うま。ああ、まず辛ムーチョね。いや、うまい。止まんねえな。お菓子パーティー。ピーナッツパーティー。これうまいね。うん、食べ合わせばっちり。うん、合う合うね。うん、見栄えも見てみたいですね。こんな、ここに混ざってる。あ、確かに。うん、おお、ほらほら、ありそう。なんかほらね、ほらほら、あー、いいですね。これなんか目の前にやっぱ無限に手出ますね。うまくないですか、カラムーチョが。純粋に。ネクストプレイヤー、ネクストプレイヤー。さあ、ねえか、次のピーナッツにおやついっとくか。おー、まあ、いきますか。 My name is ゴルフ。あー、バジ君。急に。バジ君ってあれ？東京マンジ。そう。一番大隊長。バジ？あのやめてですか。ああ！僕が買ってきたのはこちらです。おお。バタピーならぬバニーピーです。しょっぱいのと甘いの交互に食べたくなるじゃないですか。うんうん、確かに。それにかけて。松田先生、これどうかけるのがいいんですか。粉々にする感じですか。まあそれは自由ですね。なるほど。
ちょっと溶けたぐらいで一緒に食べてもいいですし、粉々にしてもいいですし。こういう鳥いそうだね。チキンリトルみたいな。いただきます、ね、いただきます、いただきます。喧嘩はしてない、ね、喧嘩はしてない、うん、仲良くもない、うん、2人の仲はまずまずのようだのみたいな。卵は生まれる、卵は生まれる感じ。食感はいい、うん、こういうアイスはあるかも、うん、あるかもしれないね。4点100点満点な。おカラムーチョ何ですか。84。おお高得点。80点差ついた。次は田中か。考え中。私はもう注文しております。注文、届くってことですか。もうすぐ届きます。ただまだもうちょい、全然 2,3 人いけそう。あ、もう来ます。あ、お来ました。えらい早かったな。はい、ありがとうございます。届きました。なんだなんだ。私がピーナッツ合うと思ったのもこちらです。マックの人だな。ポテトってことです。うわー、うまいものぶつければいいという考えなのと、やっぱりポテトとバターってこうなんか親和性があると思うんですよね、はい、なるほど。バターポテトですもん。ジャムバターです。もう私がやってることは。せっかくなんで同時に言ってみますか。え、いいですか。はい、いきますね。ジャガバター。マジですか。本当に噛むともうジャガイモなんじゃないかと思ってきちゃう。よいしょ。いや、邪魔しないっていうことなんですね、はい、確かに親和性がありますね。どうでしょう。おお、うん、いただきます。いただきます。いただきます。うまいんですよ普通に。ポテトはうまい。でもうまいんですよ、うん、うまいんですけど、うん、なんかポテトに食感がついたみたいな。うんうん、これは何点でしょうか。でもまあ60点ぐらいじゃないですか。ああ、なんか間違ってはない気がする、うんうんうん、ポテトちょっと寂しく思ってたタイプなんですよ味が。ああ、それになんかいいアクセントがこう来てるみたいな感じで、うんうん、まあ90点近くということで。さあ90点って高得点が出たんだが、次のチャレンジャーが行きましょうか。おお、いや、超えます。マジ。はい、ずっと自信あるのがあるんで。へぇ、出てきます。パンパンパン。もう全員倒しました。てれんてんてん、買ってきました。おお、なかなか伺ってきたのはキムチです。おー、キムピーです。キムピー。あー、ありがとうございます。キピーだな。ありがとうございます。キムピーです。はい、こんないらん。こんなにキムチ、ね、一人一本だろ。素晴らしいぞ、ロケだな。あ、でもいや、最悪。言ってよ。言ったらダメじゃん。食ってみますね。はい、ぜひ入れる感じで。こんな感じですね。見た目の違和感全くない。見た目の違和感マジでない、うん、いただきます、ね、はい。辛みもまろやかになって美味しい気もする。うん、カラムーチョよりは好きだな、俺は。うん、おっと、辛いのが合うのか、ピーナッツだったら。そうかも、うん、なんか塩味と甘みとが融合して、うん、いい感じかも。でもうまい、キムチ。いや、キムチがうまい、うん、うまい。どうですか、ハジメは。いや、キムチうまい。もうピーナッツいってないじゃないですか。うん、ごちそうさまでした。はい、よっ、じゃあわしいっちゃいましょうかね。おお、本当盛り上がる。なんで来たよ。めちゃめちゃくちゃかかってたよ。俺も思いついたんで、はい、最後タナッチも行っちゃうの。はい、行っちゃうよ。ちょっとちょっと行っちゃってる。行ってるってば。なんで友高が帰ってきたらちょっと先に食べててもらって。あ、食べときます。帰ってきたぞ。おお、少なくなってるじゃないか。私が買ってきた商品はこちらです。でれーん、ちくわ。なるほどですね。穴に入れて食べやすいんです。名付けてちくぴですね。
乳首？いやらしいですね。乳首です。詰めてみていい？詰めちゃってください。どんどん入れてくれ。はい。こういうことでしょ？そうですそうです。キュウリ入れてるのと同じ意味合いだよね。確かに。どうでしょう、こんなもんすかね。いいですね。おー、しっかり奥まで詰まってます。もういただきます。いただきます。いい音。味の方はどうでしょうか。全部ちくわの味する。決め手にかけてる感もあるな。悪くはない、うんうんうん、ちくわに支配されてる感じがする、うん、負けちまったか。松本さん、点数的には。50点。あわキムキは何点ですか。キムキは何点だった。つけてないか。73ぐらい。おおーい。何それ。ちくわ？ちくわ。これちくぴーらしい。僕のはこちら。おー、これはコピーです。俺も言っちゃいますか。僕のはですね、ビーフジャーキー。なるほどね。ちょうどいいっすからね。うん、はい、それはやばいって。話だよね。話だよね。それはやばいって話だよね。いただきます。いただきます。うわぁ、でもやっぱり調味料としてうまいわ。うん、うわぁ、胡椒の風味が合いますな。うまいな。美味しい美味しい、うん、合ってる合ってる。ジャーピーもいきます。ジャーピー巻いて食えそうで。いただきます。いただきます。ピーナッツの味がしないだと。うん、ジャーキーがすごい強いですね。うまいビーフジャーキーが。さあ、ということで今回皆様にはいろいろなハッピーに変わる何かを見つけていただいたわけですけども、一番あったのはカラムチョということでよろしいですか。投票してみます。投票しましょう。じゃあ順番に聞いていきましょう。カラムチョが一番合っていたと思う方は挙手してください。おぉ。決定。やった。でい。やったー。ちなみに本当は俺キムチ。あ、俺もキムチ良かったと思った。、うん、結構僅差、うん、俺の中で。あの、硬さが合ってるのがやっぱ、味もだけど食感がマッチしてたね。てつや優勝したじゃん、おめでとう。やりました、ありがとうございます。てつやが見事カキピーに変わる何かやっぱ当てたということで、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。いらねえ。